ブギウギ、舞台の鈴子と、大阪へ帰る列車の秋山、伊原六花、最後、のセッションに感動の声。趣里が主演を務める NHK 連続テレビ小説、ブギウギ、総合、月曜から土曜8時ほか、の第35回が17日、金曜日、に放送され、鈴子、趣里、が新曲、センチメンタルダイナ、を披露。視聴者から絶賛の声が集まった。ブギウギは、東京ブギウギで知られる歌手、笠置シヅ子をモデルにした物語。ヒロイン、花田鈴子が、戦後の世の中に人々を楽しませ、励まし、生きる活力を与え、歌で日本中をズキズキワクワクさせるスター歌手、福来鈴子へと成長する姿を描く。日報からの引き抜き話は、鈴子が唐島部長、安井純平に誤りを入れたことで一件落着。鈴子は、今回の一件で自分の価値を考え直し、会社に給料アップを交渉。また、母、津屋、水川あさみの治療費が必要と話し、視聴者を心配させる一幕もあった。東京から去ることを決めた秋山瑞稀、伊原六花は、下宿先の地図、伏せ襟、と五郎、熊本明俊、と別れの言葉を交わす。最後の夜、眠れない鈴子と秋山は上京初日に二人でした、せっせっせ、をしながら、そっと涙するのだった。秋山が汽車に乗っている頃、鈴子はステージで新曲、センチメンタルダイナを披露していた。鈴子の力強い歌声と、秋山のタップダンスが合わさり、観客も乗客も拍手喝采。離れたところにいながらも気持ちを通わせセッションする二人の姿はまばゆく、これまでの青春を思い出させるシーンとなった。鈴子の新曲披露と秋山との別れに、視聴者からは、舞台の鈴子と、列車の秋山のタップの共演。素敵、二人が、拍手を浴びて、キラキラ輝いていて、涙が溢れた、センチメンタルダイナ、よかった、鈴ちゃんから、毎日元気をもらってるありがとう。鈴ちゃん、など感動と絶賛の声が寄せられていた。